こんばんは、クルアンです。今日はですね、ケースを使わずに MacBook Pro を完全保護するインビシブルシールドっていう製品をインストールしてみたいと思います。まあ、これはベストスキンズエバー .com というサイトで、販売しているものですね。なんかゴムのような粘着性のある素材でできていて、まあ衝撃吸収をしてくれると。まあこれステッカーのようなものなので、重量はほぼ感じないので、まあ MacBook を保護するのにケースとか使うと重くなってしまうんですけど、重くなったり、まあ分厚くなったりしてしまうんですけど、まあこれなら重さも変わりなくで、 MacBook の美しさもそのまま保てるということで、ただちょっとインストール方法が少々手間がかかるんで、まあホームページを見ながらやってみたいと思います。このベストスキンズエバー .com というサイトで動画でインストール方法出てますんで、でそれによると 1.5ml の食器用洗剤に 300ml の水を混ぜたものをまず用意します。で、まあ、ステッカーを十分その洗剤で湿らせて貼っていくわけですね。でこれ貼った時はかなり気泡とかシワとかがかなり目立つんですけど、実際これ乾くと消えてしまいます。でこうやって、まあ、動画に従って両面貼ったら、今度は最後を貼っていきます。で乾くまではすごい滑りやすい、ずれやすいんですよね。まあ、ホームページで言われている2時間は待つと湿らした洗剤が乾いて、まあ、ぴったりと MacBook にくっつきます。でこれ私が購入したのはツヤありなんですけど、ツヤなしの方も選択できます。まあ、これ全て保護で値段は3,000円ぐらい。まあ本当に360度、中のアームレストとトラックパッドも含めてシールがついてます。まあ、私なぜこれが好きかというと、実は iPhone とか iPad もこれケースではなくてこれを使ってまして、これゴムみたいな素材と言いましたけど、持った時滑り止めみたいに手にひっつくんですよね。だからiPhone も iPad も手から滑り落ちない役目も果たしてて、なおかつ MacBook をまあケースとかで隠したりせずで、重さも全くないので、まあ全くないってことはないんですけど、重さも全く感じないぐらいですので、まあ本当にずっと iPhone5 の時からですかね、ずっとこれ使ってます。貼り終えたので、これでしばらく乾くまで待ちます。はい、こちらが乾いた後、もう全く気泡が入っておらず、綺麗に貼り付いてますね。本当に綺麗に。
はい、こんな感じで、MacBook の美しさを保ちたい、でもケースはつけたくないという方におすすめのインビシブルシールドのインストールをしてみました。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。